新たな人生を変えるかもしれないクイズミリオネアへようこそ。こんにちは、司会のミノモンタです。これからあなたに15問の問題を出します。はい。それに全て正解するとあなたは1000万円を獲得することができます。わあ、架空の1000万円ですが、さて準備の方はできましたか？はい。それでは始めましょう。喋る隙与えてくれない皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ポッチャムです。ではゲームスタート。わかりました。一人で挑戦するんですね。あ、お名前をどうぞ。あ、名前、はい、じゃあ早速始めましょう。1万円の問題から。1万円の問題、簡単かな。1万円でも大金やからな。でもラケットを使うスポーツはどれ？テニスです。舐めないで、元テニス部を。1万円獲得。やだ、1万円ゲット、嬉しい。最高じゃん。ライフライフ。次の問題を見てみましょう。はい。2万円の問題です。2万円。知らない。学生と呼ばれた作曲家ベートーベンはどこの国の人？ベートーベンやろ。時間はたっぷりとあります。ゆっくりと。ドイツじゃない？なあ。ところで、はい、あなたにはまだ50-50、うん、テレフォン、オーディエンスという3つのライフラインが残っていますよ。うん、スペイン。いやでもこんなところでライフライン使ってたらやばくない？でもわからんくらい、みんな知ってるベートーベン。でもドイツ語っぽくない？いや、ドイツ語っぽい。ベンってドイツ。自信はありますか？ないよ。正解。やった！ 2 万円獲得。2万円。やだやだやだ。1000万円まで残りあと13問。3万円の問題です。すごい煽ってきてくれて嬉しい。グレートブリテンおよび北アイルランド連合国王国の通貨単位は何？知らない。ルピー。時間はたっぷりとあります。ポンド。ゆっくりと考えてください。ポンドって聞くもんね。ところで、あ、はい、あなたにはまだ50。ちょ、テレフォン。じゃもういいわ。50-50。うん、使ってみる。それでは早速、全くわからん。選択肢を2つに減らしましょう。うん。これからコンピューターが間違った答えを2つ消してくれます。うんうん。残った2つのうちの1つが正解です。うん。A と D が消えて、B と C が残りました。うん、でもどっちかやと思ってたわ。ルピーってでもなんかさ、ゼルダの伝説っぽくすぎん？ポンドにしていい？ポンド。別に無理して答える必要はありませんよ。うるさい。それでは聞きましょう。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。3万円獲得。いやった。先行きが不安すぎる。緊張するこのゲーム。1000万円まで残りあと12問。12問。ここで5万円の問題です。5万円。慌てないでいきましょう。はい。野球でキャッチャーのことを俗に、うわー、大きく振りかぶって。見てない。落ち着いてゆっくりと考えてください。見てない。ところであなたにはまだテレフォンとオーディエンスという2つのライフラインが残っていますよ。キャッチャー、女房野球。野球だけに。違う違う、噛んで今。ちょい役、ちょい役って何？ちょい役なわけないやんな。キャッチャーってすごい偉大やんな。取締役。キャッチャーってボール受け取る人やろ。あ、だからキャッチャーやから相談役やん。この答えで本当にいいんだね。かなり自信たっぷりだったようですがね。残念ながら間違いです。え、正解は A でした。価値観フル。皆様、4問目まで戻ってきました。ドイツではルドルフの数という別名で知られるものは何？時間はたっぷりとあります。ルドルフ。ゆっくりと考えてください。ところで、あなたにはまだ50-50、テレフォン、ちょ、使うわ。3つのライフラインが残っていますよ。全くわからん。ちょ、テレフォン。テレフォンですね。それでは早速お友達に電話をかけましょう。おう。ただし
あなたは電話の相手が言った通りの答えをする必要はありませんからね。おい、友達、賢い友達出てくれ。はい。もしもし、クイズミリオネアのミノモンタです。あー、ミノさん、どうも、渡辺翔一言います。誰？なかなかクセモノの問題です。なんとか先に進むためにはどうしてもあなたの助けが必要なのです。は、あー、なるほど。それじゃあこれから緊張感ないな渡辺。4つの選択肢を出します。でも正解はたった一つです。円周率か自然対数のどっちかなんですよね。確か円周率のことやなかったかな。そうやったと思います。関西弁よ。ほんなら円周率や。お友達の言う通りに、その答えが一度オレンジ色に変わるともう変更することはできませんよ。お願い、もう一度聞きます。うん、その答えのままでいいんですね。いや、変えられんやん。素晴らしい。渡辺さん10万円やって、やば。あなたにはまだ 50-50 オーディエンスと2つのライフラインが残っています。1000万円まで残り11問。これに正解すれば10万円もらえます。それでは行きましょう。10万円欲しい。もともとは新兵という意味があるプロ野球などの新人選手を指す言葉は何？新兵やろ。フレッシュマン、ニューフェイス。この問題まではグリーンボーイ、もしも正解できないと1円も。ルーキー、ルーキー、ワンピース。それでは聞きますよ。ルーキー、絶対ルーキー。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ずいぶん自信があったみたいだけど、そのとおり。やった、10万円やったよ。あなたのものです。温まってきたね。すっごいな、このゲーム。神ゲーだわ。なになになに、気合い入れなっていう感じの。おめでとう。これで10万円はあなたのものです。5問しかまだ成功してないか。次は6問目。これに正解すれば15万円獲得できます。15万か。もう10万でいいけどな。やらせてもらうけども。あ、知ってます。これはね、モーツァルト。さあ、それでは聞きますよ。ファイナルアンサー。あなたはすでに10万円を獲得しています。それが今15万円になりました。モーツァルトなんだわな。おめでとう、15万円獲得。続いては25万円の問題です。モビールやって、僕の好きなモビールやん。彫刻の種類で正面から鑑賞するための浮き彫りのことを何という？浮き彫り？浮き彫り？考えてください。ところで、あなたにはまだライフラインが2つ残っています。テラコッタってなんて、なんかレンガみたいなやつやろ。オーディエンスです。なんか褐色色のやつやろ。レリーフってなんか、あの表面の模様のことやんな。浮き彫りっていうのがよくわからん。浮き彫りって何？浮いてくるん？正面から。え、じゃあでもレリーフじゃない？モビールってあれやんな、宙に浮かすやつやんな。浮き彫り？え、どういうことやろ。正面から干渉するんやろ。でもレリーフやろ。さあ、ピエタは全くわからん。それでは聞きますよ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。長い長い。正解。25万円獲得。
50万やで、次。やばくない？8問目に正解すれば50万円があなたのものになります。よーく考えてください。ここでドロップアウトしても構いませんからね。ドロップアウトってどうやってするの？それでは次の全然したいまあでも正規だとさ、ゲームやし、現実ならしてるよ僕していいかなこの番組。ダメって言われそう知らんけど2001年4月に何でしょう、朝来市が誕生した都道府県はどこ？全く知らへん。わい、関西待ってくれ。しかも2001年やろ。もう全然知らんよそんな。いや、これはもう、これ何、この3人のやつ選んでみよう。これ何やろ。なるほど、オーディエンスを使うんですね。いいね、いいね。オーディエンス、オーディエンスの皆さん準備はいいですか？仕組んだよオーディエンス。指を置いてください。お願いします。そして挑戦者を助けてあげてください。さすがにだって知ってる人おる。なんか C と D 多いね、やめてほしいな。ほとんど差がありませんね。ほんまによ。なんやねんこれ、みんなも知らんねやろ。 C か D か。でもやっぱりさ、多い C なんやと思うんやな。本当に今の答えで間違いありませんかもういい、オーディエンスを信じる。できればあなたに50万円獲得ですと言いたかった。でも今私はあなたに言わなければならない。なんで？50万円獲得です。なんだこの人言えよどういうこと。続いては9問目の問題。これまではいい調子できていますが、もしも間違えるとあなたは40万円を失います。もちろん正解すれば75万円があなたのものになりますあかん、積もってきた歌詞にキオスクという言葉が登場する日本レコード大賞受賞曲はどれ？キオスク、寂しい熱帯魚、北の宿から。北の宿からはないんじゃない、うん、この曲しか知らんからこの曲でいく。その答えが一度オレンジ色に変わるともう変更することはできませんよ。もう一度聞きます。その答えのままでいいんですね？素晴らしい、75万円があなたのものになりました何キオスクって新たにはまだ 50-50 というライフラインが残っていますよ。現在の獲得金額は75万円です。次は100万円の問題。これに正解すれば100万円は確実にあなたのものになります。もしもそれ以降の問題で間違えたとしても、あなたは100万円を持ってこのシートを去ることができます。よーく考えてから次の問題に行きましょう。でも100万円は行きたいな。じゃあこの1問は絶対に正解したい。誰？高校息子が水を飲んだらお酒に変わったという伝説がある滝はどれ？那智の滝あるじゃんいやでもな、高校息子って親高校みたいなこと？お酒に変わった、うわ、なんかの養老の滝ってめっちゃ養老酒みたいなのありそうじゃない？それ養命酒か。もしもこの問題に正解すれば100万円が確実にあなたのものになります。もうでも僕一番推しはナチの滝なんよな。じゃもういいわ、フィフィティフィフィティする。それでは早速4つの選択肢を2つに減らしましょう。ナチの滝あったらナチ行くわ。これからコンピューターが間違った答えを2つ消してくれます。ナチ推しやね。残った2つのうちの1つが正解です。あー、じゃあこっちや。別に無理して答える必要はありませんよさあお願い。それでは聞きましょう。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。
あなたはすでに75万円を獲得していました。そして今100万円を獲得しました。やったよ。しんどい、しんどすぎる。さて、あなたは今100万円の小切手を持っています。これは確実にあなたのものになります。これ説明してみよう。1000万円まで残りあと5問。次の問題に正解すれば150万円があなたのものになります。もう何があろうとあなたは100万円を失うことがないのですから、次の問題に挑戦しますよね。それでは行きましょう。11問目の問題。なんか100万超えたらそこそこキープって書いてある。1978年2人目の国民栄誉賞を受賞者となった人は誰？誰も知らない。長谷川、山下。でもこの人名前かっこいいから、この人上村直樹ってでもなんかめっちゃ取ってそう。もういいわ、わからん。もう直感でいく。ありますか？ない。この問題で間違えてもあなたは何も失うものがありませんでした。でも残念ながらあなたはこの問題に間違えてしまいました。正解は C でした。何や今の言い方。間違えてないやと思ったな。いいよいいよいいよ、いいいいいい、もう十分やった。楽しかった。もうちょっやった。1時100千万字も100万いいですか。やった、明けおめ。みのもんたさん、サインさんくれてる、ありがとう。潤ったな新年。いやいやいや、すごい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 ぞ。いやー、では今日はここで終わりにしましょう。皆様、今年もよろしくお願いします。